はい、今回の動画は PDF を Word や Excel ファイルに変換できる無料ツールをご紹介します。PDF ファイルを、ね、もらっ でまあ、それをちょっと編集したいなといったときに、まあ、PDF ファイルそのものを、ね、こう編集するツールとかっていうのもありますけども、まあ、そうじゃなくてですねこの PDF を、ね、このワードとか Excel とかのこのファイルに変換できればね、まあ、もっと手軽にですねこう編集ができると思いますんで、まあ、今回紹介する、ね、ツールはそういったツールになります。でこの、ね、ツールの URL の方はねまた動画の下の説明欄の方に入れておくので、まあ、動画を見て気になった方はですね、まあ、URL をクリックしてこちらのサイトに来てください。 で、まあ、ちょっとね、英語のサイトにはなるんですけど、まあ、使い方はね、まあ、非常にえ簡単です。で、今ここにね、まあ、PDF to Word になってますけども、ここにマウスを持っていくとね、このねまに、あ、Word とか Excel とか出てきますね。今これは PDF から Word のファイルに切り替えるということで、まあ、それ以外もいろいろできます。例えば Excel をね、このね、逆に今度は Excel のファイルを PDF に変えたりとか、その逆のこともできますんで、まあ、この辺は状況に応じてですね、このね、PDF、Word とかっていうところを切り替えてもらえればと思います。じゃあまあ今回はね、PDF ファイルを Word に切り替えたいと思いますんで、まあこ のままで、でファイルの選択はですね、こちらですね、こちらのセレクトユアファイルというところですね、こちらをクリックします。はい、そうするとこのファイルをね、選ぶウィンドウが開きますんで、今回ね、この PDF ファイルあらかじめ用意してありますんで、こちらを選んで開くをクリックします。で、あと、こちらのツールはですね、この変換したこのね、PDF ファイルをこのメールにね、届ける形になってますんで、まあそのね、自分の受信できるメールアドレスをここに入力をして、このコンバートナウ Now というところをクリックしてください。 はい、そうするとね、まあ、こういった形で、まあ、メールの方が届きますんで、まあ、ここですね、ダウンロード・ザ・ドキュメントというところですね、こちらをクリックしてダウンロードをします。で、このね、保存の、ね、ウィンドウが開きますんで、まあ、保存したいところを、ね、指定してですね、保存をクリックしてください。はい、で、ダウンロードが完了するとね、まあ、こういった形でワードファイルでちゃんとダウンロードされます。 で、ファイルの中身を見てもほとんど、まあ、レイアウトの乱れもなくですねで、ちゃんとワードファイルにね、変換されてますんで、この文字の編集もちゃんとできますんで、まあ、PDF ファイルをね、ちょっと編集したいななんていう時はですね、まあ、こちらのツールを使って、こう、ワードとかに変換してもらった方がね、こうね、簡単にこの編集ができると思いますんで、ぜ、ま、ひ、あ、ね、こちらのツール使ってもらえるといいかなと思います。それではね、今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。